2月28日今回バサジン大分が訪問したのは毎年恒例となっている大分大学教育福祉科学部附属特別支援学校。今回バサジン大分からはアンドレ選手、佐田永選手、白方選手、武石選手の4人が訪問したよ。まずは輪取りゲーム。椅子取りゲームのようなルールで、音楽が止まったらすぐに輪の中に入るよ。輪の中に入れなかったらそこで負け。どのチームが最後まで残るかな。アンドレ選手チーム、おめでとう。次はボールを使って練習。選手のみんながキーパーになってシュートの練習をしたり、ボールの取り合いをしたよ。シュート、ゴール、自分に降りかかる、ゴール、見ていてるサンデーモーニング、神様が決めて。武石選手のリフティングもかっこよかった。みんなも頑張って練習しよう。最後はみんなで記念撮影とサイン会。元気いっぱいな大分大学附属特別支援学校のみんなでした。